その辺も気持ちいいですね。取りますよ、はい、ちょっとよいしょ、これからこれです入ってるかな、いって痛い痛い、ああ下の方は大丈夫、下の方は大丈夫大丈夫、でもそんながっつり全体重いってなかったですよ、さっきこの辺、ああその辺は危ないかも、もうすごい軽くですよ、これぐらいで大丈夫ですか、大丈夫です、はい、これで乗ってます、その辺は全然大丈夫です、大丈夫、はい、この辺は痛くないんだ、その辺は痛くない、気持ちいいぐらいの感じですか、はい、もう腓骨とこのあたりがやばい、うんうん、やばい、こっちね、ああこれでも結構効きません？あ大丈夫ですか、痛い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 、うん、その辺は全然なんともないです、これこっちですね、これぐらいでどうですか、じゃあま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 あ、はい、ここはなんかこんな、そう、あ、乗れますね、いや痛かった、これ女性とかにはやらないですよね、全然やりますよ、嘘、折れちゃうよ、全然ないですよ、私だって私もっと痩せてる時に、はい、80キロぐらいの女の人にこれやられたんですよ、嘘、折れちゃう、ほんとほんと、いや怖かったけど、でも大丈夫でしたよ、いや痛いでしょ、痛いでしょ、痛かったけど、でもそんなめちゃめちゃ思ったより痛くなかった、すごい痛い、いやもう痛いですよ、折れるって感じですか、うん、いや、なんだろう、折れるっていう感じではないけど、はい、苦手な感じ、いや苦手っていうかその、はい、強いって感じですね、強いと思います、うん、下の方は大丈夫だけどやっぱ上の方は、うん、その許容量オーバーですね、本当に、でもこの辺大丈夫な人多いですよ、いや多分負荷がかかっているんですよ、普段骨に来てってわけじゃないと思う、あ、もう全然そういうのじゃないですですよね、折れないですよ、だからもうちょっと慣れてきたじゃないですか、どうですか、まあその辺は大丈夫ですよ、こっちですよ、あでも最初これで行ってって言ってましたよ、はい、今はこのぐらいなら落ち着いてきました、大丈夫です、はい、パンパンですね、そうなんですよ、足パンパン、やっぱりふくらはぎはね、しんどいんですよ、しんどいですね、ふくらはぎだるいっていうお客さんもやっぱり多いですよね、多いですね、私もすごいだるくなるもん、まあ気持ちはわかりますね、うん、太ももは別にその自覚症状としては、うん、そうですね、そんなになくて、うん、ふくらはぎはね、ふくらはぎはきつい、今どうですかこれは、弱い、うん、まあそうですね、弱いですね、ふくらはぎは別にその多少強めでも大丈夫です。あ、そうだ、肘で押してましたもんね、だってね。はい。
ただそのそんなに強くはいらないけど、まあ、ちょい強ぐらい。いやこれ絶対ちょい強じゃないよ。肘で押すことないですもんだって。がっつり強押しですよこれ。このぐらいで気持ちいいですね。これぐらい。はい。ここは痛いですね。あ、これ痛い。めっちゃ痛い。お尻の方まで痛い。大丈夫っすか。それは来てますね。来てますね。ここすごい来てる。おー、痛い。そこも来てますね。なのでね。あー、すごい。すごい。すごい痛い。あらまあ。じゃあこの辺だったらちょっと弱くてもいいぐらいですか。今のここら辺ですね。そうですね。そのぐらいで全然大丈夫ですね。ね、そうですね。はい、うん、だいぶ気持ちいいですね。なんかびっくりするぐらいバチバチでしたけど、意外と時間がかからずにほぐれました。はい、スネ踏みがいいんじゃないですか。スネ踏みのおかげで。こっちは痛いな。あ、下の方も痛い。痛いですね。あら。があると足に疲れがたまるんですかね。そうかもしれないですね。負担かかりますからね。うん、そうですよね。意外に上の方はそんなうわーって言わないですね。いやー、もうね、声も出ないぐらい痛い。声も出ない。前の時はおーって言ってましたけどね。うん、まあ、その時よりは痛くないかな。あ、そうなんですね。ただ、はい、激痛ですよ。あの王が取りたかったのに。痛い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 。でもこれやると疲れ取れますよね。まあそうですね。ね、楽になりますよね。うん、ただ今もう血の気引いてるほど痛いです。そんなに、そんなに痛い。じゃあもう指で十分ですね。いやもう本当に足は普通なんですよ。その背中と肩と首がやばいだけで、はいはい、腰から下はね多分そこまで、そのちょっと強いぐらい。あ、多分腰なんかは結構弱い方かもしれない。弱くはないでしょう。肩に比べればね、普通ですけど。その辺で気持ちいいですね。気持ちいい、はい。
っぱりね、うん、向こうにいるよりは、うんうんうん、こっちの方があったかい分、あまだマシに保ててるかもしれないです。うん、やっぱこっちもパンパンする、ね、こっちはアキレス腱切ってるんで、あもうこっちより良くない方、うん、常にパンパン。なるほど。バレエで切っちゃったんですか？そうです。ジャンプのしすぎ、まあ、これ切った時は助走で切りましたね。へえ。そこまで体追い込んだことないからわかんないですけど、結構簡単に切れますよ。あ、そうなんですね。アキレス腱切れちゃうと立てないですよね。まあ、立てないですね。ねえ、プラーンとしてますよ。ねえ、どのぐらいかかったんですか、治るまで。まあ、くっつくのは1ヶ月でくっつくけど、うん、リハビリがやっぱり時間かかって、ねえ、で違和感がなくなるまでに3年ぐらいはかかりますよ。あ、そんなに、うん、やっぱり最初の1年とかは可動域が狭すぎて、あんまりまともに歩けないです。あ、結構ね、意外とアキレス腱こう伸縮してますもんね。うん、あでも柔らかくなってきたんじゃないですか、うん、さっきより全然。足りないですか。うん、こっちの方はが強くいるのか。そうですね、こんぐらい。もっと、そのぐらいでも全然大丈夫です。大丈夫ですか。はい、外側はそんなに強くなくて大丈夫です。あ、こっちの方がってことですか。内側は強めですね。そういうところですね。足りてます？はい。その辺だと、うん、足りない。鈍いかも。鈍い。気持ちいいですね。うん、その辺も気持ちいいですね。硬、うん、いですね。うん、もう手術の時固まっちゃったんですよね、その辺が。あ、それはあんまり手術がうまくいってないから、それとも、もうみんなそういうもん。そういうもんですね。ああ、しょうがないんですね。くっつくときに、うんうんうん、そのなんか縮んだ状態でくっつかっちゃうから、あそこのその切った部分が硬くなるんですよ。うんうん、ああ、なるほど。その辺も気持ちいいですね。はい。まあ、一応柔らかさ、あ、だいぶここ柔らかくなった。逆になんか左の方がここ硬い。加減どうでしょう。だいぶ効いてますよ。はい。おお。ああ。おお。ひびく。お尻に行きますか。うん、膝。膝のあたり。
腰までは来なくなりました。腰までは来ないですね。はい、こんな硬い人少ないっすよ。いや、うちでは多分よく来ます。いや、俺より硬い人いっぱい来ます。あ、本当に、はい、どんな、なんだろう、痛い、痛い、痛い。だから多分俺なんかも全然普通ですよ、こんな。ハードワークだからなんですかね。どうなんでしょうね。あ、でも緩んできた。はい、こんなもんすかね。はい、あと、じゃあ肩周りをやらせてもらって、ちょっと叩きます。旦那さんにとっていらないやつですけどね。増えてるのになんかそのセリフ時間削ってるからどうしてもこうなっちゃいますね。はい、ありがとうございます。はい、寺野さんのお店あるので、はい、興味を持った方は来てください。はい、概要欄に貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.